シャコタン方面に、今日は野人クラブの、ヤジさんが来てくれてます。あ、じゃあこれからじゃあ行きましょうか。はい、これいいね。これは焚き火になる。枝を取りましょう。久しぶりにあのヤジさんも一緒に来てくれたんですけど、これで。これ。せっかく、ね、わざわざ来たのに今日は非常に残念だけど、あ、綺麗に。いるね、この風の中で。いや、このね、木なんだけど、このポイントはね、この木なんですよ、燃える木なんですよ、この松科の。ああ。っていうのはすごくね、油を含んでるんで、すごく燃えやすいんですよ。あ、ヤニの。そうです。なんか食べようかなと思う。バーベキューできそうなイメージあるけど、今日ちょっと食材を持ってきてないんで。これでホッケ焼いて食べたかったんだけどね。これ持っていって、この上にね、ちょっと燃料つけ入れて、もうこれ投入するだけ。もう、もうだって、火つくまで数十秒だったでしょ。うん、すぐに。すごいでしょ。もうこの風ですよ、この風でこんなつくんだよ。正直早いだろ。すごいでしょ。これがアウトドアってやつですよ。どうです、焚き火です。タバコってどんな味します？松戸。いや、でも、ああ、美味しい。かっこよく決めてください。いや、どうですか。まあ、やっぱり美味しい。鼻からちょっと出してみて、鼻から。サイトに組んで、こうね、ちゃんと水はちゃんと、絶対火事にならないように、こうやって。全然釣れるでしょ。もったいないね。